神戸の六甲山牧場では今年も羊の赤ちゃんが次々と誕生し、母親の下ですくすくと育っています。つぶらな瞳にまだ白いふわふわの毛、神戸市立六甲山牧場で生まれたばかりの羊の赤ちゃんです。六甲山牧場ではニュージーランド原産のコリデールを中心に11種合わせておよそ130匹の羊を飼育しています。毎年この時期にベビーラッシュを迎えていて、先月8日に最初の1匹が誕生、来月中旬までにおよそ50匹の出産を見込んでいるということです。今年はまあ順調に次々と生まれてきてくれるので、まあ、またこれからもどんどん生まれてきてくれるので楽しみにしています。赤ちゃんの時はまだ体が小さくて身軽なので、結構飛び跳ねたり走ったりっていう姿が大人ではなく見れるので可愛いと思います。生まれて間もない赤ちゃんたちは母親に見守られながらすくすくと成長していて、生後1ヶ月半ほどで放牧されます。